町が日本のこう町が変わりましたですものね。なんかすごい盛り上がりだったんですけど、今回は確かに建物は変わりましたけど、他のところはさほど変わってないんじゃないかなと思いますけれども、先週であれば本当にやるのかなとか、そんな話もあったかと思うんですけど、もうことここに至ってはっていう感じのところはあるのかなというのは正直思いますよね。まあ、準備とかその情報提供とか、どういう形でやるのかということに関して、まあ、皆さん、ね、情報が足らないとかいろいろこう思うところも、私自身もそうですけど、全部の情報を全部の人間が理解する必要があるのかというところもあるので、まあ、個人的にはちょっと信頼というか、まあ、ここは信じてやるしかないのかなと思ってますし、まあ、見に行けないとかいうのはちょっと残念かなと思いますけど、もう本当ここに来てしまったっていうところですよね。それで今日も写真撮りに来たんですけど、もう1年前ここに来た時に、1年前ここに職場がここだったの でその時に撮りに来たりした時は、あと、もうすぐ始まるんだなと思ったら時計がまた元に戻っちゃったみたいな感じでなって、で、まあ、4日ということなんで、あ、そうなのかというところですよね。曲がれないよ。前のカーブは進んでください。